皆さん、おはようございます。ゆっくりしていってね。今回のお話は、ある侍が、アマナ、という地に流れ着き、その侍が戦国の世を必死に生き抜いていく、そんな物語になっています。おや？早速ある侍が、第一、第二村人を発見したようですね。たまげた。あの大戦で生き残ったやつだ、俺とはな。まあ主人公ですからね。おい、おめえ様、大丈夫かよ。はいはい、大丈夫大丈夫。俺に関わるな。なんだと？せっかく人が親切に声をかけてやったのに。やめとけ。わしらのことを落ち武者狩りか何かと思っておるのよ。勝手に死にするぜ。ああ、まずいよそんなこと言っちゃ。ある侍は戦が終わったばかりでさっき立ってるってのにさ。コッペパーン。コッペパーン。コッペパーン。なんだかセブンイレブンのちぎりチョコバニラコッペパンが食べたくなってきた。ふん、まあ今日はこのぐらいにしておいてやるか。うわ、なんだかめっちゃ偉そうやん。普通に村人の方が足早かっただけやん。おや、なんだか高そうな壺がありまんだな。もらっていきまろ。まさかこいつ売ってねえよな。この壺の真の持ち主は今からそれだけだ。そんなこんなで、早速なんだか強そうな奴が登場しました。藤森修造。いい男。やはり、乱世の旧友か。乱世の恐竜とは、つまり残忍で容赦ない信長っぽい奴のことを言います。うこ、いつご。うん、戦は終わった。今さら争う必要などない。うるせえ。だが、拙者もお主にとっては敵の一人。ハゲのくせに。どうしてもやるというのなら、相手をしよう。いいからかかってこいや。そいや。忘れてましたけど、難易度は一撃死なので一発くらえばガメオベラ、つまりゲームオーバーです。蘇生アイテムの高麗人参も使いまへんで。まあ逆にどんな強い敵でも一撃で倒せるので、マリオの4倍速プレイみたいに落ち着いてやれば死ぬことはそんなにないと思います。フラグじゃないよ。返事がない。ただの屍のようだ。さて、変なやからどもにも冷静に対処できたことだし、ゲフンゲフン、村っぽい方向へ行くとしよう。よっしゃ、バッチコウ。なんだかちょっと心配だけど、そんなに危ないやつじゃないはずだし、温かく見守ってね。なんだか刀がしまえないんですよね。そこの人、しまい方教えてくださいよ。しまった。なんだかやばそうなやつに絡まれちまったね。ここまで。危ない危ない。一撃死モードだってことをすっかり忘れてしまってたよ。はあはあ、こら、何寝てやがる。返事がない、ただの屍だ。毒キノコとか、どこに毒キノコ隠し持ってやがったんだ？まさか、はあはあ。何ですかおばさん。あの扉を開けっぱなしにしておくと、村人からの信頼度がガタ落ちしてしまい、物語に支障をきたす恐れがあったのです。嘘です。おや、なんだか変な踊りをしているクソガキがいるね。そい、ふふふ、
刀とは本来このように使うのですよ、明智くん。この刀もいらないからついでに投げちゃおう。っていうか投げるために拾ったんだけどね。やべえ、超強そう。マジでエース。クソガキさん、私を弟子にしてくだせえ。なんだ、お前は。侍が村の中をうろちょろするな。お前ら侍がいると、姉ちゃんが怖がるんだ。帰れ、帰れよ。あ、やめて。そんなこと言ったら大変なことに。なんだとこっちが下手に出てやー。無礼者め、キル。ほら、言わんこっちゃない。やれるもんならやってみろ。いつもいつも村を荒らしやがって。やめなさい、コウタ。何をしてるの。あれ、この声は、まさか。全ゆっくりが大好きな、おせいちゃんやがな。コウタ、行きましょう。でも、こいつが。いいから。よかったね、殺されなくて。ん？どうしたの？メンス？コウタの非礼はお詫びします。でも、この村に侍が不要なのは本当のこと。村に災厄を呼び込む前に、出て行ってください。お願いします。ああ、そんなことしたらあかんで。言わんこっちゃない身も程がある。命を大切にしない奴なんか大嫌いだ。で、もう遅すぎたー。あの侍の好感度が下がる一方やわー。好感度？何それ、おいしいの？もうしょうがない。今のは正当防衛だったと、そういうことにしておこう。人間、生きてりゃいろんなことがありますよ。突然知らない侍に蹴られるなんて、苦な。さて、ここら辺で保存でもしておきましょう。一撃死なのであっという間に夢落ちだった。なんてことになりかねん。おや？なんだか琵琶法師が、いつもより荒ぶってるね。三味線っていう音がするのは気のせいかな？教祖様みたいに人殺ししとったら飽きませんね。おにぎりゲット。でも私はファミチキの方がいいな。さて、おにぎりもゲットしたことだし、ひとっ風呂浴びてからお城の方にでも行きますか。おや、あれはヒロインにあるマジキゴリラ顔のあららぎ姫やん。どしたん。おや、何やら匂うの。そりゃ何日も風呂入っとらんのやからしゃあないやん。こんな口臭の人間で臭い言われたら、怒らん方がおかしいで。逃がしてたまんかー。ねえねえ、今どんな気持ち？今どんな気持ち？肩代わり。このアイテムは防御力アップアイテムだから使えないな。干物、もう、回復アイテムだし、っていうか着物着ててどこに干物隠しとるんやろう。さて、ここらで保存しますか。いいから早く保存しろ。次は、お城に殴り込みに行く予定です。こうご期待。それでは、バイチャ。皆さんパート1はもうご覧になりましたか？見てない？どうして？見てない人は早く見てきてね。
おや、早速無益な絶唱タイム突入や。侍という王に甘かけるゆうのひらめきからのが突。あ、言い忘れてた。ゆっくりしていってね。よし、決まった。今日も好調好調絶好調。へへへへ。お、今日の第一ビクチェムは貴様だな。刀の錆に浸る。アヒン、ビクチェムお前だけは許さないんだからな。鬼気町にいるお前の家族ともども皆殺しにしてた刀の側に捨てたってくるわ。しゃあないで兄弟。キャプチャーソフトのせいでうまくガードできんかっただけの話や。待て！誰だお前は！カメラのカラクリに命を懸ける男のために涙を流す男に希望を見た男は大東京世界チャンピオンに味方する男を退治しに来た男の親の兄弟さキノコ狩りに心を打たれる男の友達が 100m 先に落ちた犬笛の真実を信じるか信じないかは君次第。そうだ今日の希望スパイダーマン。あ、恋がいる。それにしてもサムライドウ3はリセットしてから戻ってくるまでにえらい時間かかるで、ほんまやってられへんわ。くそ。さて、気を取り直してまた書き込みに行きましょう。そうしましょう。匂いか、なんと匂いか。ん、どうか。いえ、ただの矢印です。偉そうにするんじゃねえ。お主かどうか。仕方ねえな。腕に覚えはある。雇ってくれてもいいんだぜ。まったく聞き分けのねえもんばんだ。桜井様だな。織田信長が狙ってるらしいもんか。当然、天の御方ではするまい。天の御方しかし、だからこそ。そうじゃ。お主はあれらは桜井の肌のもとに好き勝手してるだけじゃ。何だろう。何だろう。何だろう。しかしてロックをもらう。小兄の織田も、どういうことやると考えておるな。なかなか手だれが揃ったようだな。ではこれより審査を始める。死を恐れぬ真の侍のみが大殿と共に天下をつかむことができる。その覚悟のある者は一歩前へ出るがいい。何を言っているかよく聞き取れないぞ。お前いいだろう。その力存分に振るう。ちょ、何を言っているんだ。この私がしかと見届けてやる。どの私だ。では始め。めんどくせえ。まずこいつらをぶっ殺せばいいってことか。お前も戦ってこいや。まったく人にばっかり戦わせやがって。たまには野党側も仕事しろってんだ。むむ、くせ者か。おや、こっちにはイケメン肉食系男子の匂いがするぞ。ふふ、たまには私の勘も狂うことがあるみたいだ。襖の修理代はうぷ主につけておいてね。おげー、そういう夢を見たんだ。さあ、これから書き込みに行くぞ。これから書き込みに行くぞ。なんと犯人はお前さんの目の前におるぜ。ちょっと武器の技忘れたから確認しよう。ふむふむ、そうかそうか、なるほどなるほど。へいへい、よっしゃバッチコーイ。どや？よし、こいつで早速試し切りや。っていうかなんで肘打ちなのに、金属音がするんだろう。竹槍属命。竹槍とかマジ反則っすよ。パネーっすよ。なんと。なんと。はいはい。サムライドウの AI どもは、全く現実を見据えてないんだよな、これが。
だからお前も戦ってこいや。さて、本当の刀の使い方を教えてやろう。ゲヘヘー、刀を投げることに定評のあるゆっくりだからな、ざまあ。外したか。いや、あれは外れてない。地面に投げたんや。よし、竹槍族もぶっ殺したったぜ。えらい決体なイベントやでほんま。なかなかの腕だ。お主なら、我が藤森家でも活躍できるだろう。偉そうにのこのこと、お前も戦えってんだ。サザエでございます。お魚くわえたドラ猫追いかけて、裸足で駆けてく陽気なサザエさん、みんなが笑ってる、お日様も笑ってる、ルールルルルル、今日もいい天気。この番組は東芝とご覧のスポンサーの提供でお送りします。視聴者の皆様、お好きな提供先を変えちゃってください。頼みます。いい加減次のフラグ回収に行かなあかんやろ。何回しんどいねん。タイム、オツ。それにしてもこの侍はほんと、自分の筋を貫き通したい真の侍なのか、それともただのアホなのか、わかりませんね。ああ、また抜刀しちゃったね。へへへへ。本当は、このまま次のエリアに行きたいんだけど、なんだか気持ち悪いんだよね、このままだと。見ろ、人がゴミのようだ。私はムスカ大佐だ。夏が過ぎ風あざみ、誰の憧れにさまよう。オフランス、前回のパート2はグダグダすぎて途中で見るのやめちゃった人もいたかな。今回はもうちょっとだけマシになったよとウプ主が言ってました。さて、今回は新しい武器と新しい装備品を身にまとってみたぜ。刀のようなものマーク2。へへへへー。これさえあれば、ひひひ。そして、持っている道具と、刀のパーツですが、ほとんどありません。主にキノコしか持っていません。肩代わり、は使わないので、外します。準備万端、バッチコイ。ちなみにお城のフラグは、回収しにくいので後回しにすることがない。各閣僚全員一致で決まりました。ふひ、さあせん。それじゃあ、街道に、レッツラーゴー。そういえばこのシリーズについて、下道プレイだとか、縮小モード、とか、
いろいろ聞きましたが、このおっさんはあくまでも全力で中年しとるだけなんやで。おや？フラグビンビン。その2、藤森の兵糧だな。こちらへ渡してもらおう。久しぶりの米だな。これで腹いっぱい食えるぞ。これは。よこせ。やめて、そんなひどいことしないで。まったくもってひどい奴らがいたもんだ。頭がパーニャはほんま。それじゃあ、さすがの中年侍も助けてくれるだろうし、新しい武器を装備していきまろか。待ってろ、今助けたる。そこの鬼畜どもね、覚悟しろ。いて、邪魔すんな。ちなみにもうお気づきかもしれないけど、武士の肩当てかっこ右が新装備品だお。なんだお前は。私はムスカ大佐だ。さっさと消えろ。ああ、こいつら、見ててハラハラするぜ。どや？いやいや、貴様、藤森の手の者か。切れ！生かして返すな！お前たちの方が生きて帰れるか心配やわ。あれ？敵同士で自爆しよったぜ。待て、話を聞いてくれ。俺たちは盗みなどしない。いやいや、貴様、藤森の手の者か。話を聞いてくれ。待て、話を聞いてくれ。私は何も悪くない。悪いのはこいつらだ。いや、悪いのは世の中ですね。わかります。そういえば言い忘れてたぜ。危ういところやった。よいか、ゆっくりしていってね。ちょ、おっさん、かぶっとるやないかい。どないしてくれるんや。ショートケーキ渡さんかい。あの琵琶法師、なんだかムカつくんだけど、憎めない。そんなやつっているよね、まこととか。怪しいやつだな。大加藤の本陣に何用だ。大加藤ってなんだ。なんだと。そんなことも知らずにここに来たのか。我らはかつて修繕に倒された桜井の中心活動武士の集団、藤森修繕に踏みにじられた天菜の奪回および桜井家の再興を目的としている。はいはい、ただの盗賊が偉そうに。なんだと、無礼なやつめ。なんだと、無礼なやつめ。切り捨てろ。さあ、本当はメイド姿の方が可愛いつせたん。いつ？てめえ、呼び捨てすんじゃねえよ。そいつの剣は戦場で戦って生き延びてきた者の剣だ。ていうか逃げ延びてきたものだね。先だけのお前たちとは違う。お前、本当のことだな。雑魚は黙っていた方がいい。うんうん。お前はどうかな。無様な戦いはしなさそうだが。私はムスカ大佐だ。とはいえ、私の背中は預けないよな。私はムスカ大佐だ。まあいい、お前も戦いが好きならここに向いているかもしれない。まあいいのかよ。仲間に加わるのなら棟梁の松崎源十郎に挨拶するがいい。こっちみんな。さて、
何はともあれこいつらの仲間入りは無事にできそうだね。あとは中年のおっさんがしっかり筋通すだけやな。おお、よく来たな。ん？お前も今日から大加藤の一員だ。ん？中には変わったやつもいる。お前だろう。基本的に自由に楽しくやるってのが信条だ。お前も遠慮せず好きにやってくれ。好きにやってくれ。好きにやってくれ。そうなりますよね。ああ、この展開はまずい、まずいぞ。これじゃ好感度どころか、下道プレイのタグが固定化されてまうやないかい。好感度？何それ、濡れやすいってこと？お前はいいから黙ってろ。って、うおおお、私のいつ捨てたんがー。ねえねえ、今どんな気持ち？今どんな気持ち？って言うてる場合か。見ろ、こんな綺麗な乳首して、こいつ、死んでるんだぜ。ゆっくりさん、乳首とか、おっぱいとかあんまり言わん方がええんちゃいますか？おっぱいなんて言ってねえだろ、このドサンピンが。よし、証拠は隠滅できたみたいだね。これで安心安心安心生命だね。うおぉ、早速バレとるやん。誰やチン殺したやっちゃ。お前関係ないだろ。手鏡面では普通に倒してるけど、この時録画してからラグが発生したから危うく画面をベラになるところだったんだよ。危なかったんだぜ。てへへへへ。ん？ん？いつせたんファンの皆様ごめんなさい。うぷ主もメイドコスのいつせたん大好きらしいから、なんだか申し訳ねえ。どうしてもこうなった。そう？なら仕方ないね。それじゃあ気を取り直してひとまず城の外に出ないとね。殺されちゃう。今回は大体こんな感じで終わります。次は街道の古寺にいる人に会いに行ったり、村を治める長に会ったりしそうです。よかったらまた見てね。そして今回は尺が余ったので、エンディングムービーがあるみたいだよ。それじゃあバイビー。
よっこい正一、あれ？もう皆さん起きてたの？なんだ、もっと早く起こしてくれればよかったのに。それじゃあ今日も、ゆっくりしていってね。前回の動画は、わけ不明な内容と、うぷ主のセンスの悪さに皆さんドン引きでしたね。とりあえず、エンディングナンバー20番を見るために必要なことをしているだけだ。とうぷ主は言い訳していました。許せる。毎回毎回、無駄なところに時間をかけているのでアップするのに時間がかかってる。とも言い訳していました。許せる。さて、ちょいとフルデラに参拝でもしていくか。ああ、甘酒が飲みたい。ははー！何やつ？俺の後ろに立つな。ですね。わかります。今のは侍に後ろから話しかけたあいつが悪い。うん、きっとそうだ。大概に戦火胸近。おや？今日という今日は許さんぞ。わあ。割り当てた年貢米、払わんのなら我々にも考えがある。あちゃあ。払わんなどとは言っておらん。へいへい。払えんと言っておるの。嘘つき。我々も子供の使いではない。そうなの？手ぶらで城に帰れるか。帰れ。だがわしらもない袖は触れん。嘘つき。来年の種もみに手をつけるような真似は藤森修善殿も望まれまい。そうだそうだ。今日のところはまずその旨を藤森殿に報告に帰られてはいかがかな。それがいい。のらりくらりと、その手には乗らんぞ。そうだそうだ。こんな時は第三者が両者をなだめる感じで OK じゃね。俺には関係ない。あちゃあ、こら飽きませんわ。どうしても手ぶらで帰れぬと言われるのならば、この年寄りのそっくび一つ藤森殿への手土産に持ち帰られ。よし、よく言った。できるだけ早く逃げてー。あー、おじいさんだけ首ちょんぱすればよかったのに、いろんな人がぐだーってなってるよー。この世界の住人は、自ら望んで死にたがるから困るね。おや、美味しそうな匂いがするみたいだ。キノコ狩りに、心を打たれる男、スパイダーマ。さて、前回はこのお城の人たちに迷惑かけたし、お土産の手桶でも持って行ってやるか。で、いきなりファイティングポーズきたこれ。甘い甘い、この刀は結構強いんです。あなたたちには負けませんよ。へへへへへ。あ。このお城の頭領になれるチャンスだったのに、まさかの自爆テロ、しかも無差別、これはひどい。気を取り直して、この村一番の大きさを誇る家を乗っ取りに行きますか。誰やねん。ちなみに今回からメガネが新装備です。キモ。なんなんだあいつは。時がムネムネするイベントばかり起きる。おなじみ街道にやってまいりました。天狗でも出てきそうだ。天狗の方が可愛いかもね。クワバラ、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 クワバラ。あんな薄気味悪いところ、さっさと来いちまおう。お前が薄気味悪い。よし、抜かるんじゃねえぞ。行け行け。クワバラ、クワバラ。う
出た大加藤だ。うわー、出た中年のおっさん。全部的に見える。うへへへ、来ました来ました、おっさんの AT フィールド。見ろ、人がゴミのようだ。私はゆっくり大佐だ。主に体がキモい。くらえ、一発大車にドライチ。あー、どこいねみんな。武器が強すぎるって。確かにね。でも実際この動画一発撮りだから、弱いと話にならんのよ。ふふふ。ゴーマーダーレー。さて、今回はここまでやで兄弟。ああ、だんだんネタもなくなってきた。誰かいいアイディアを、くれたらなぁ。テウプ主が嘆いてたよ。うへへへー、私は実況するだけだから関係ないけどね。ワロス。ふんふん。おい。あ？何？なんじゃ、お主は。何？そうじゃ。かっ！何？おなにおなに言うせんがよかす。あー。殺さなくてもよかったのに。まあうるさい奴は死ねばいいんだ。ゲヘヘヘ。おい、この琵琶法師根性あるな。これだけ周りで人が死んでるのに、しかも半分ぐらいこの侍が殺してたのに。どこにこんなでかい大根持ってたんだよ。まあいいや。それじゃあまた会う日まで、アディオース。キモ。見てんじゃねえよバーカ。将来が心配だ。うん、持ってますよ。どうかの金の卵、略してキャンタゲフンゲフン。早く出すもん出せ。何でもいいから早くしろ。うえぇ、気持ち悪い。死ね。どうやって腐ったおにぎりを吐くことができるんだよ。ああ、まったくこの村にはろくな奴がいねえ。口の悪いクソガキやら、頭のいかれたじいさんばあさんばっかりだ。可愛い子もまったくいないし、ましてやイケメンなんてこのゲームまったく出てこないし。いて、どこのバーローだ。この侍に物を投げつけることイコール生命の終わりだというのに。私だったらもうちょっとだけ見つかりにくいところから投げるぞ。それにどうせ投げるなら、刀とか槍とか、効果的なやつをね。実質的にこの村を支配しているのは、この侍に間違いないんだから、逆らったら打ち首どころじゃ済まない。村ごと焼き払う覚悟だってこの侍にはきっとある。ここは、口場ヶ原。この侍が最初に登場したシーンと同じ場所です。カラスどもめ、焼き鳥にして食っちまうぞ。どっか行け。侍道3で、間違いなく最強なのは、犬と猫とカラスです。むむ、このカラスはさっきのやつじゃないか。唐揚げにして食っちまおう。お腹空いてきた。いい子だからそこでおとなしくしててね。逃がしたか。貴重なタンパク質が。まあいいや、ここら辺にはキノコとかたくさん生えてるし、キノコ大好き。松茸が一番好きだけど、ここ最近食べてないなぁ。誰かくれ。最近まともなもの食ってないや。死ぬかも。さて、パート2あたりで回収できなかったフラグをぶち壊しに行きます。今回はサクサク行くよ。またこいつか、もう飽きたわ。なかなかて、なかなかて、何が言いたい？どや？てかこの刀めっちゃ長えー。こっちみんな、ハゲが映る。よし、では始めろ。ああ、私の周りにはアホしかいない。どんなにまともなことしててもすぐにアボーンなことになったりするし。
ふふふ、こいつらなんぞ取るに足らない。もっと強者をよこせ。なかなかの腕だ。お主なら、我が藤森家でも。お前様もこの教頭のようなものの餌食にしてくれるわ。瞬きするなよ。自分が死ぬ瞬間なんてめったに見れるもんじゃひん。なんだか敵のくせに、抜刀術とか使ってるやつ見るとめっちゃイライラするのは私だけ？敵がすごいことになってる。越えられない壁なのか、その程度の壁越えられないようじゃ私の命は奪えまひん。あーむかつく、寺孔明、孔明自重しる。ああ、この刀がもっと長かったならこいつらなんて一発なのにだねー。まずここで3人きっちり殺しておかないと、後で辛いからね。さて、あとは敵をいつもの場所に導いてしまえばこっちのもんよ。飛んで火にいる夏の藤森兵たち、おつ。きたー、これすごくね。一振りで5、6人ぶっ殺してね。人がゴミのようだ。ああ、ついにこのフラグを回収できたよ。ああよかった。まあ折れた刀で何十人も相手にするのよりはマシだけど、それでもめんどくさかったお。とりあえず、このシリーズはこれで限界です。もうフラグはどこにも発生しません。つまりリタイアするしかないのです。散々ググって調べてみましたが、何をやってもクリアできないみたいです。なので、裏技使います。侍として名を馳せる千載一遇の好機。それをものにするどころか、最悪の形で失った者がいる。その者、もはや侍にあらず。かつて侍を名乗った道家のことなど、歴史は何も語ってはいない。これがエンディング20番、空気が読めない人、のエンディングです。皆様今までのご視聴ありがとうございました。次回作でお会いしていただければ幸いです。それじゃあ、また、ゆっくりしていってね。